どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、タープを張って、簡単に昼ご飯作ろうかなと思ったんですけど、なんかねちょっと雨降ってきたんで、もうほんまにパパッとやって、食べたいと思います。今日はですね、キスエムの方でね動画撮ってるんで、このどんな感じに映るんかもちょっと試してみたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、昼ご飯の方作っていこうと思います。今日はねアリスも連れてきてるんですけどね、今なんか後ろで機嫌よく遊んでるんで、まあ今のうちに準備したいと思います。よいしょ。やっとできました。今ねここで見えるかな、パン焼いてるんやけど、よいしょ。ベーコンとソーセージと、あと卵と、何やったっけな、コーンビーフハッシュを、もうめんどくさいんでスクランブルエッグに、で上はチーズ、あ焦げてる乗っけてます。やっとお昼ご飯にありつけます。いただきます。うん、焦げる。
伸びんのかそれ以上。ごちそうさまでした。じゃあちょっとここら辺片付けてのんびりして、せっかくね作ったし、もうちょっとゆっくりしましょうか。よいしょ、はいはい、片付きました。ちょっとねもう一回コーヒーでも飲もうかなと思って、今お湯沸かしてるんやけど、何してんの。なんか結構バタバタするね、外でやると。コーヒーいっぱい飲むのにもすごい時間かかるし、まあそれがええんかな。最初天気悪かったからどうかな思ったんやけど、意外と持ってくれてよかった。ちょっと冷えてきたから焚き火しようかな、やっぱり。どうやろう。あったかい。日の方もね安定してきたんで、あとはのんびりと過ごしたいと思います。カラスうるさいな。本日の動画は以上となります。この動画面白かったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたね、次の料理か Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。グッバイ。